コスタ・ヌハモイネスは、ジンバブエの同国代表サッカー選手。現在、ケーララブラスターズ FC に所属している。ポジションは LB。ハラレで生まれ、都市内に住む両親と田舎に住む、祖父母双方の下で育った。親元は部屋も少なく、彼が永住するには狭かったため、その周辺に住む友人や、他の演者と共にいることが多かった。中学生の時に、クラブでのサッカーを始め、 授業料はこの収入で収めていた。ジンバブエプレミアサッカーリーグのマシンゴユナイテッド FC 所属時に代理人の目に留まり、ポーランドへ移籍、同国5部の経営スビスはウストロニアンカニカニュー。2008年7月には一部のザグウエン・ビエルビンにレンタル移籍し、2010年夏には完全移籍を果たした。 ルビンでは、エクストラクラ最優数のレフトバックとして台頭したものの、レイシズムの対象となることも多かった。2013年にはポーランドを脱出する手として AC スパルタプラハと契約した。この時、他にもロシアやドイツ、トルコのクラブからもオファーが見られた。2008年にジンバブエ代表をデビューして、以来、代表の一員となっている。2012年10月20日には、 多くのジンバブエ代表選手が八尾町に関与したとして彼もまた一生涯の出場禁止処分を受けたものの2014年には代表に招集されている。ありがとうございます。